はい、皆さんこんにちは、村長です。今日はアコースティックギターのトラックのメイキングについて少しご紹介したいと思います。村長ミュージックスタジオ。まずレコーディングしただけの元音を聞いてみてください。こんな感じなんですが、今ギターの指板のキュッキュッというような音が案外たくさんありました。特にこの辺です。これはアイドトープの RX8 に新しく追加されたギターデノイズというソフトが案外効果的です。これを入れてみます。こんな感じのインターフェースです。この真ん中のツールと、そして右側にピックノイズのツールがあります。これをある程度上げていくと今のピックノイズがほとんどなくなります。ちょっと聞いてみてください。素晴らしいですね。かなりギターのフレットノイズが軽減されました。そして今日は一番の本題がですね、先日からとっても気に入ってますブレインワークスのデジタル V3 ミックスといってトラックに入れるソフトウェアがあります。このイコライダーはとっても優秀で、見た目はどこにでもあるようなパラメトリックイコライザーなんですが、便利な機能がたくさんあります。その一つがオートソロという機能です。ちょっと聞いてみてください。まず、ここでギターのアコースティック、このプリセットを選ぶとこのようになります。元の音というのがちょっとベース音がしっかり出てます。ちょっとこもり気味ですが、これをこのイコライダーを今の状態のまま挿します。低音が少しカットされました。これで鳴らしながら調整していきます。ちょっと落としすぎてるので、その理由はここにローカットがあります。フィルターがかかってるんですね。これ切ってみます。これでも悪くはないですが、ちょっとだけカットします。40Hz ぐらいのところをカットしました。もう少しハイを上げていきます。その時はどこを上げればいいか、これを探るのがチーサック聞こえますように、今青いラインのところをソロで聴いています。この辺のところをちょっと上げたいと思います。次は Q を調整します。
なかなかいい感じに仕上がってきましたね。このデジタル V3 の最大の特徴でもあります、ここにベースシフトというのとプレセンスシフトという2つがあります。これは低音と高音をさりげなくメイキングしていくツールです。ちょっと課題にやってみましょう。ベースを落とします。これには ABC3 つのカーブがあります。A の感じが僕は好きです。次はハイを作っていきます。ちょっときらびやかにしてみます。ちょっと耳につきます。 ABC 試してみます。これは僕は C が気に入りました。その後ここにダイナミック EQ があるんですが、今見ている限りこのままぐらいでいいのではないかなと。そしてここにゲインスケールというのがあります。これも飛び道具のようなもので、今のイコライザーカーブのままこれをちょっと強調したりフラットに戻していったりできる機能です。こもってきましたね。もうイコライダーカーブが逆になっています。はい、じゃあこれにリミッターをかけたいと思います。マスターのリミッター、これを入れるだけでものすごくカラーが変わります。サイドのアンプを上げました。そして先ほどのデジタル V3 のマスタリング用の EQ があります。これでメイキングしていきます。ちょっとステレオのワイド感を上げていきます。マスターのエフェクトを切ってみます。
明るさがかなり変わります。もう一回入れます。今は先日買ったオーシャンウェイのナッシュビルのスタジオのエミュレーションをかけています。これ切ってみます。くっきりしたと思います。これはスピーカーをヘッドホンでエミュレートするので若干空気感が出ます。もう一度入れます。マスタリングが終わった後はこれは切る方がいい時もあります。切ります。こんな感じで今日はアコースティックギターのトラックの作り方、もう一度おさらいしますと、まずはじめに RX8 のギターでノイズ、これでギターのピックノイズとか指板のノイズを軽減しました。そしてデジタル V3 のミックスというトラック用のイコライダーで音をメイキングしてみました。さらにマスタリング用のデジタル V3 と XLV2 というリミッター、これで仕上げをしてみました。アコースティックギターの音というのはメイキングが難しい分野にもなります。僕は2012年に島村楽器のトレコンというコンテストでアコースティックギターの音色を評価していただいてファイナリストになって音楽のプロ活動をスタートしました。皆さんもアコースティックギターの音色作りをトライしてみてはどうでしょうか。村長でした。